広島に行きます。広島のフェリーの中です。多分これ車に乗ってまんまみんななのかな、どうなんだろうね、みんな乗ってるんだよね、すごいよね。とにかくね、外ごもりプレイスの水道代を稼ぎに、とにかくまた来年始めます。来年こそはとりあえず最低限の形だけをオープンできるように、なんとか頑張っていきたいと思います。はい、こんな感じです。お疲れ様です。今直島着きました。これがかぼちゃです。でなんかね、黄色い方のちっちゃいかぼちゃは流されたらしいの。ヤフーニュースでかでか報じられてた。それでなんか3つに割れて海岸に来たらしい。いやーこれすごい。まあ跡形もなかったらしい。跡形もなかったね。今日見に行ったけど黄色いかぼちゃ。直島いいな。海、今年はね、愛媛のみかん狩りを、愛媛のみかん狩り、もうコロナ禍でちょっとやりなさそうと、あとスキー場ね、今年からちょっとスキップをして直島で3月までいます。もう船が出る、もうこれピッツ出るか京都出るか、海辺ってテンション上がるよね。なんで、まあ、3月まで、めちゃくちゃ頑張っていきます。はいはい、まあ多分動画の編集の都合上結構めちゃくちゃな順番になってるんだけど、はい。で今日は2日目です。まあ、最近はねまだ海苔漁が始まってないから午前中だけの勤務なんだけど、ここね、ヤフーニュースで話題になったあれがあったところらしいよ。なんだっけ、あの黄色いかぼちゃ、赤いでっかいかぼちゃじゃない方、黄色いかぼちゃがここにあったらしいんだけど、台風で流されたんだって。でなんかね、3つくらいに割れて漂着したらしい。結構大事だったらしいよ。あと来年の3月まで来年の3月になったら、まあ、とにかくクラファンやったりやるかどうかは分かんないけどね、まあ、とにかく今年そのごもりプレイスをオープンできなかったことがかなりショックなので、はい、心にぽっかり穴が開いております。まあ、その開いた穴の影響を養ってもう一回、チャレンジしたいと思います。ちょうどこのぽっかりなくなったスペース、こうかぼちゃがなくなったこのぽっかり感と同じようなぽっかりが俺の心の中にもあるんで、まあなんとか頑張って来年から出直します。いいのかこれで。まあいいか。